か神谷くんの中の一番の悪魔的なとこってどこなの何ですかね一番俺ここはあの周りからはね神谷くんはね性格いいと思われてるかもしれないけど俺本当にちょっとここだけは悪魔的なんだよなっていうとこあるああ夜寝るときに、うん、猫をリビングに閉じ込めるところかははは自己的,自己的 利己主義ー俺寝たいんで、夜暴れるじゃないですか。猫。猫来てね。はい。い足の中入ってきたりね。入ってこないんですよ。入ってこない寝て、一緒に寝てくれりゃいいんですけど一緒に寝てくれないのあいつ、俺のこと埋めに来るんですよ。<laughs> 埋めに来てってくとこうやって。<laughs> <laughs> あいつ俺のととにるるんです寝てだからうんあと泣くしボイスするのにスキャットっつってロシアンブルーあんま泣かない泣かないよね僕寝てると起こしに来るんですニャーっていうニャーニャー寂しいんじゃないつって埋めに来るんだめ寝らんないから俺は閉じ込めちゃいますねうわ悪っ利己的ですね自己中心ですね そうっすね <laughs>。うわ、怖ええー。残念です。怖ええー。そういうとこ似てるんだ。